はい、まあ、ぼんごと関正行でございます。ええー、ちょっとね、久し、久しぶりに顔出しなんですけれども。あんまり、私もね、あんまりじじになってきまして。ええー、あんまり、もう、見くさい、あの。 面をですね見せるのはあんまり嫌なんだけど、うん、あの皆さんに失礼だと思って、えー、遠慮してるんですけどこ今回はねちょっと図で説明しないと分かんないことあってこれ結構、あのーまあ、知的な会話なんかで出すと結構ウケるんじゃないかなって思うんで、えー、でそれで、ね、テーマなんですけども、えー、っと私たちは物事の半分しか分かっていないのに分かったつもりになっていて、えー、そしてですね そしてそれが全てだと思い込んでる節があるというようなお話をさせていただければと思います。えっ、ー、とね、えー、あの三角関数ね、三角関数ね、三角関数。あの、まあ、これでもう一発で逃げないでくださいよ。これ楽しい、あのこれ簡単なんであの、特に文系の方なんかは、これあのちょっとね、面白いあのちょっと話題にすると面白いと思うんですよね。えーた 三角関数ねこれあの三角関数ってあのサインコサインタンジェントじゃないですかね、うんあの。って思うでしょ。あのちょっとね最近なんで自分の息子にあの三角関数って何って聞かれたんですよ小学校5年生ですよ。小学校5年生にいきなりさんサインはこうだとかサ、えー、コ,コサインはこうだとか言っても分かんないでしょ。でもその概念をま,まず取っ払ってまずまず簡単に説明するとこう,こう,こうなりますよね。えー、の、ませ えシータっていう角度があのここねでここが、えー、直角になる、まあ、ここ決まってますよね、えーともうえー、こ,こ,ここも決まるんで、えー、とこの三直角三角形においてはそれぞれ辺の割合というのは一定ですと。 えー、シーターによって変わってくるんだけれども、えー、これは一定ですとこれが例えばすごいミクロの世界というまあミクロとかピコの世界とかね原子のレベルの世界の直角三角形であろうと宇宙の一辺がですね何億光年の世界においてもこの三角形の比率は変わらないということですよね。えーいうことで でえーまあ、その比率を、まあ、ちょっと取り出して見てみましょうってことでね、まあ、サインっていうのがですね,、A A、こ,こ,こ,うねこ,この、えー、と S だから A 分の C ですよね A 分の C っていうのはサインですよね、えー、でコサインっていうのが、まあ、こうだから、えー、A 分の B ってことですね A 分の B ですねタンジェントっていうのが、えー、と B 分の この割合はあのこのこのこの角度の θ によって、えー、と変わってくんだけど、えー、この割合は、まあ、一定だっていうことですねずっとねどれだけどんな三角形であろうとっていうことですねでまあでこれを sinθ=cosθ=tθ= sin、えー sin ねえー、ってこうなるんだけども でもねこれだけじゃないですよね。これだけじゃないですよねあのでえー、っとこれだけじゃないですよね。他,他にもありますね実は三角形の組み合わせ。だってあの3辺があのー、3つの要素をえー、っとから2つの要素を順番に並べるわけでしょ。えー、っとこれあの何ていうか確率の問題で、えー、これってあれだよねあの何だったっけ、えーっと ありますよ、ね、えっ、ー、と3の、えー、とパーミネーション 2, 2っていう計算ですよね。えーまあ、と,ということはほんでこ,のこの答えっていうのは、えー、6, 6通りなんですね本当は。6通り、えー、と,というのはこの、えー、とそれぞれの、えー、サインコサインタンジェントの逆数なんだよね分数をひっくり返すってことでね、えー、と c 分の a と、えー、b 分の ac 分の b か。 えとこれがサイン、えー、とこでこれ全部それぞれの組み合わせあこの 6, 6個があって初めて三角関数なんだよね、うん、でね理系の人は、まあ、こんな知ってるよって話なんだけどえならすぐにこの、えー、とグラフかけます、うん、そしてこれすぐに微分積分とかできますでそこまでいって初めてあの三角関数6通り全部知ってるって話ですね <laughs> うん、私もねあの子供にあのこに説明して初めてあこれ三角関数って、あのーですね、サインコサインタンジェントだけじゃないよねって話は、まあまあ、前から気づいてたんだけどいでも中学かな高校なんのかなこれはや,やった時にサインコサインタンジェントから始めるんでもうこればっかりだと思,思っちゃいますよね。えー、っとこっちのの逆数 ですねえー、とアークコン、えー、下の方、えー、アーク、えー、コサイン、えー、アークタンジェントってなりますねこれ全部6個知ってるってことですね初めて三角関数を知ってるって話ですよで三角関数表ってサインコサインタンジェントだけじゃないねえっ、ー、とそれしかないですよね多分三角あの例えばネットで三角関数表って言った時に、えー、とそれぞれの角度の割合出てきますけどこれ3つだけだよね多分ねうんえっ、ー、と <laughs> いうことでみ,みんな、あのー、ど,どっかで3回関数ってこれこ,この3位個3に単純ェン3つだけって思い込んじゃってるんだよね特に文献の人はね、えー、実はで,でも実は違うんだとまあ便宜上3つだけにしているって話で、えー、これが全てだって思い込んじゃっているっていう話なんだよねこれって、えー、人生の中でたくさんあるじゃないですかこんなこといっぱいあると思いますね。 うん、例えば私は生の,のことをあんまりこう生きるっていうことを知ってるんだけどもしこの反対側の逆数の死、えー、っていうことはほとんど知らない、まあ、そ,そんなもんですねあんまり行ったことないですからね死後の世界に行く人はあんまり少ないですからね。あと自分っていうのはのの自分の表側のサインコサインタンジェントは知ってる。逆のアークコサインアーク えー、アークサインアークコサインアークタンジェント知らないとい <laughs> うん、こと自分の姿とかね、えー、っとやっぱ社会は私これ知ってますよって言ってるんだけど体現しその知ってるって思い込んだことには必ず逆があると同じようにね、えー。ということですよね。特にあのー、老年を迎えるとあのまあ中年から老年にかけてですね えー、どううでしょうかね、うん、あのおそらくこうなこう折り返し地点みたいなのあるじゃないですか私もその折り返し地点真っただ中というかこれから、まあ、ちょっと折り返し地点でちょっと加工してるところにいると思うんですけどもおそらくねこの漏電の作業っていうのがこの表側でえっ、ー、と表側のですねサインコサインタンジェントですね <laughs> 表側のところを知ってくるわけじゃないですか。その えとその若い頃はねで老年になってはこの逆数をこう見極めていくということが必要じゃないでしょうかね、えー、ですのでこうなんとかな、ね、こうひっくり返してものを見るとか、えー、角度を変えてものを見て表裏をよく吟味するということですねよく私孔子の言葉を使うんですね我は十五にして額に志し三十、えー、にして立つ四十にして惑わず、えー 50にして天命を知る。60にして耳従うですか？この耳従うってどういうことなのかな？って言った時に。やはりこう。裏表を知っていくっていうことなんじゃないでしょうかね。えっと耳従うっていうことはあんまり過剰に反応しないっていうことですね。あのまあ。ともしないんですよ。多分、いろんなことを知ることによって、裏表を知ることによってえー、若い頃はあれですね。お金持ちになることがいいな。な 思って、えー、一生懸命お金持ちになることをが頑張るんだけどまあただその裏側のその苦労だとかその大変さも両方知ってるんであ特にねお金あるあーっていう話ですよ。で あ,あとねやはり権,権力に関してもそうだし権力を持つこと名声を持つこと、えーまあ、いろんなことに関し,関してその裏表を知って、えー、私たちは耳従っていくということですね。で70であれじゃないですかなな70は、えー、心の欲するところに従えるともノの、えー、りを越えずですか。まああの70になると思考だけじゃなくて何、まあ、か考えついてやってもまああの。 なんとか中道を行くっていうような話だと思うんですけれども、まあ、そんなところで、えー、こう三角関数を通しましてですねこう私たちって本当は表だけあかは物事の半分しか分かってなくて、えー、実は裏側にある、えー、それを探求していこうという話ですねそれがまたあの何て言うかなかこの中,中年老年のです、ねえー、楽しみではないでしょうか。ということでどうもありがとうございます失礼いたします。